っていう音が聞こえない。<laughs> 聞こえそうですけどね。ね始まりましたよ。お願いします。七二五ですって今日。七、七月二十五日。何の日でしょう。なーにこー。違います。夏子の日。違う。一大イベントの日です。 国民の一大イベント。はい、海の日でもないですし。はい、体育の日でもないですよ。はい、お答え願いますか。はい、西尾和夫初ディナーショーの日です。<っ> <laughs> 国民の一大イベント。<laughs> ホテル日光大阪さんで。開催されております。<か>そうですか。和夫ちゃんが2回公演で今日はね、頑張って段取りしてますよ。 数尾さんってそのディナーシする方だったんですね。<laughs> そう、まあ水谷千恵子さんはよくやってたんですけどもね、えー、まあ数尾ちゃんがすごくもう13年やってるネタなんですよ。二章数尾和夫というものは。もう方がそうデビューされて13年です。そう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 で。でそれでまああのホテル側さんからというか、はい、あのいろんな方からのあのご支援いただいて、でこれはちょっと数尾ちゃん。 あの一人歩きさせなあかんということでね、うん、でディナーショーを開催されることになったんですよ。<laughs> いや、あの想像はちょっとつき、つきません。うん、あの水谷千恵子さんは。歌、歌われますし。うんはい、こう、やりとり、うん、まあ、ね、よく演歌の方がやって、はい、ディナーショーのイメージですけど。塩和田さんは、あのプロアルバイターの方ですよね。そうなのよ。だからプロアルバイターなんだけども、まあ、あのプロアルバイターの中でも一番、こう。 有名にななった人かなと感じすするんですん私は確かにそのプロアルバイターはもうたくさんおられますけど、うん、プロアルバイターを有名にしたのが西尾和夫さんっていうことじゃないかなと思ってでそれであの、まあ、お食事はもちろんそうなんですけどもね、まあ、シェフを引き連れてでピザの、まあ、皆さんにこう配るのもあるし、はい、でももちろんソーシャルディスタンスを守りながらそれはね。そうでですね、はいで ピザの切り方講座もあるしあそれは確かにさんならというかもうおそらくその、まあ、和夫さんとか千恵子さんとか言い方あれですけどその途中から生まれた方がそのようにあのリアルな現実世界とか結びつくっていうのは非常に考えにくかったですからね今なら。はい 急に現れましたから、ねえーうん、で今までずっといたみたいな顔してますから。そういえばやはりその現実とその架そ空のというかそれがこう重なるとかそれが区別がつかなくなるっていうのはやっぱりあの。

説明を最後まで聞きたかったんですよね、こっちは。あ、あすみません、爆ーの話は第二弾の。ね、っなっちゃうんだよ、そう。結局のところ。なんかでも、西尾和夫さんと淀川さんにちょっとなんか見た目似てます。あ、わかる。なんとなく。ね、ちょっとヘアスタイルの感じとかもね。話し合いそうですよね。アうとも。お互いが、なんかこう<っ>、うん。でも情があって。っで、自分のこだわりも持ってて、っていうね。ね 西尾さんはでも誰とでも話し合いますからね角刈、ね、りアメリカンとやっぱりずっと喋れるっていうのはなかなかなもんですよ角刈、ね、りアメリカンとあのように会話が進む人は多分西尾加藤さんのみやと思う <laughs> ね、はい。全部真剣に受け止めるからそ,そうなんですよその真面目に聞いてくれるんですよねあの角刈りアメリカンのスタンスはちょっとわからないですその困らせようとしているのか本当にああいう人なのかちょっとわからないでけど、ね、ちょっとわからないとありますけどね西尾さんはそういう方ですはい で二少カ二大少ってそしてもう一つ何の日か今日はあもう一個あるんですかですこれ真面目な話あ先の真面目やと思ってましたあ先のも真面目大真面目<あ>先の先の大真面目で今回はちょっと真面目はいはい七 <laughs>、えー、月二十五日もしかして金魚の発表会ですか金魚の発表会と申しますと金魚が練習して踊り踊る違いますよ <laughs> そんなわけないじゃないですか。すいません。お答え願いますか。<laughs> はい。柿氷の日です。そんなことあるんですね、うん。今年初めてまだ食べてない？柿氷。まだ、あ、食べてないです。私食べたのよ。どうやってた？どこの家食べたんですか？あのなんか露店っていうかなんていうの？キッチンカーみたいなところで売ってあったから。えー、そういうところで。えー、めちゃくちゃ美味しかった。なんか入ってたんですか？珍しいよ。パイナップルでしょ？え？チョコ。はい、マンゴー。 パイナップルってあんまりなくない。でしかももう果肉だけをほぼ。あ、それは嬉しいですね。うん、めちゃくちゃ美味しい。なんかかき氷って、なんかもう氷にこだわりがあってみたい、どんどんもうあるじゃないですか。うん、深いですよね。深い。ここのおすすめっていうのは、また愛媛にもあるのよ。あ、愛媛のことなら友近さん。そこがね、本当に美味しくて、やっぱり今も。氷もそうやけど、ソースというか、あの果肉で勝負してるとこ多いね。はい、やっぱりあれです、ね。うん、あれだけかけてっていう時代は終わったんですかね。うん シロップはい、うん、もうとろっとろして濃厚ででその上に何かまたあのチーズみたいな<え>とクリームを混ぜたようなものがのったりとかねあのこれもご存知の方めっちゃ多いと思うんですけど、はい、かき氷のシロップっていちごメロンレモンとかあるじゃないですかあれってせーのきれいな色そうですよきれいですよ色のは <laughs> なんですけど、あれ全部同じ味らしいね。視覚でこうちょっとマジックにかかってるけど不思議ですね。それで思い出したんですけど、すみません喋ってばかり。はい、喋ってくださいよ。あなたが喋る番組ですかこれは。えだった。はい。あの大学生の時にそれこそ映画の勉強をしてて写真見せられたんですよ。こうやってる顔。写真。 それで横にいろんな映像例えばなんか怖い写真とか嬉しいなんかわいい写真とかなんかそのセクシーな写真とかこれとこれ見てこれとこれ見てこれとこれ見て顔一緒なのに全部違う表情に見えるんですよ。やっぱり前後が違うねあとどっちが動いてるのか分からんやつもあるよねあの洗車する時にこのこんなん来るんやばって、はい、こういうとこ入るやん。 あれこっちががが動動いいててののかが分かかか車らん分かります幼稚園の時に雪降ってきて一、うん、人で多分4歳とかの私が外に椅子持って行って、うん、でこうやって空を見て、うん、山田舎なんで山しかない、うん、空,だけ空と雪だけ見てあの自分がこういうカプセルに乗って、うん、永遠に上がっていってるのをイメージしてました自分が上がっていくっていう,う<わ>雪が落ちてるんじゃなくて自分がスーッて上がってるすごい夢のようなことを考える。<laughs> 幼稚園生幼稚園生やったんです、うん、今思ったらそれがめっちゃ楽しくて雪降ってきたわーって一人で,一でカプセルに乗ってそんな発想ないわカプセルに乗るなんて何のイメージやったんですかねなんかテレビで見たんですかねっっんかどんな幼稚園生でなな何,何か気になります虎ですかそれは <laughs> いかつい服着てましたねあなたえすごいこれあのアロハは,は,は,はアロハ か <laughs> ほんまや、ね、これこれね何かタクシー乗ってて仕事帰る時にわって外見てたんですよ外見ながら歩いたら服屋さんにこれがかかってあのスピードで走ってるのにこれが目に入ったんですよ急に「すいません止めてもらっていいですかここで降ります」って言って「えっ!」れ一目惚れ,一目惚れちょっと高そうやねでも生地もなんか良さそうやし。あほとんど風呂敷ですこの生地。 うん、ちょっとテロッとしてるか。ええ、でも意外とシワになりにくい。です、ね、そうか、そういうのを一目惚れにするし、可愛い,いのも一目惚れにするよね。いろいろあるんやね、好きなの、好みがね。ええ、うん。男だけは一目惚れしませんよ。なんかもう、でも今無理ですけど、うん、なんかクラブとかい、行きます。二人で。ナンパ待ち。<laughs> もう、でも。そうでね。やっぱりもう体力ないと思う。もうそれ想像しただけでもうしんどーってなるもん。 しんどいもうクラブああしんどいもう疲れるってなっちゃうまあ確かにクラブはね、うん、クラブだったらいいんじゃないですか友近さんどういうクラブ料理とかのどういうクラブあの銀座のクラブあ銀座のクラブねいいえもうもう,もう夜がしんどいってなるよく言うよライブ終わって自転車乗って <laughs> そう,ああいうのく楽しいアドレナリンが出てる時はいいんだけどもうあっ うん、うわ、すごいお腹なってる。大丈夫ですか。ーってでも、これを、あの、我慢したら、一日、あの、食べなくて済むから、<あ>ちょっと今日は抜こうと思ってる。そこ乗り越えるってことですね、うん。後藤裕人さんになるよ。<laughs> 違っ<て> <laughs> それ、馬と魚さん、改め、トニー・フランクさんがやってるものまでね。ね <laughs> はい、でも、<laughs> じゃあ。 もう落ちましたね <laughs>。じゃあ失礼します。